スマス時期になると本当にその中クリスマスの飾り付けがいっぱい世界を牛耳っているというのはない。でもユダヤ人に限らず金持ちの一部はちゃんといい思いをしようとしてめちゃくちゃなことをやるとしてるのは確かは確かだから、この辺がもう陰謀論のややこしいところなんだよな。あとね、僕らにとってはいいこととは限らない。日本人にとって地球の温暖化っていうのが、地球の温暖化によって地球が住みやすい場所になっても、日本にとって嫌なことが起こったら地球温暖化は悪いことじゃん。太平洋の島に住んでいて水位ギリギリの人に行ってみてさ、地球温暖化によって海島が沈んじゃってたら地球温暖化は悪いことだっていうし、でアフリカに住んでる人にとってキリマンジャロの雪が溶けてしまったらその観光資源もなくなるからそれは悪いことだって言うんだけども、でもこれまで寒いところで頑張ってる。
Thank you.
たい。ねえ、行っちゃいましないよ。自然体だからね。確かに。大まかに言うとそうです。再生したら一番最初0分0秒ですね、トトロのタイトルが出ます。でこれがですね10秒間映って、その後真っ黒のですね黒みになるんですね。で黒みになったらですね、3秒間の黒みの後ですね、花とカードが映ります。千尋元気でまた会おうねリサって書いてるですね、花とカードですね。でこれを、グリーンヒルっていうですね、まあ、これもあの似てるですね、ハウスがあるのですね、この辺ではないかという、まあ、ただですね、この作品あたりからですね、ジブリはですね、どこがモデルですかとかですね、いわゆる聖地巡礼みたいなものがもうね始まってきたんですよね。なのでわざと特定できないようにですね、いろいろしてるんですけども、すだれさんはですね、その中でもですね頑張ってかなりの場所を特定してくれています。でそこへのですね、分岐点をですね、右に曲がっていきます。でタイトルになります。こんな感じですね、千と千尋の神隠しですね。これがまあずっと上にこれがあるわけなんですけども、これはさっき話した杉の木ですね、立てかけられてる鳥居の根元の方にですね、石で作った小さい家がいっぱいありますですね、この小さな家、神様の家ですね、石の祠ですね、がですね、見てわかるかな、捨てられてるんです。いっぱい捨てられてるんですよ。でこの乱雑の赤色があるのがあってですね、まあ、それがですね、なんかちょっと、怖い感じがするんですね、この赤色がですね、まあ、映画の画面ではですね、すごくわかるように、ちょっとドキッとするような赤になっているんですね、で実はですね、ここまで話しててちょっと終わってThank you.
したんですけども、あの時ですね、裏を見せられなかったんですよね。で、裏をちょっと見ないとどういう仕組みか分かりにくいのでですね、まあ前回でまあ十分かと思うんですけども、ちょっと裏を見せれるようにちょっと組み直してみたので、ちょっと見てみましょう。これは前回お見せしたのと同じやつですね。後ろにですね、茶色いこう仕切り目隠し板をつけてますけども、取ればセルですから透明です。当然こういうふうになってるわけですね。はいはい、わかりますね。で、まあ、もう一回つけますね、補助のために。で、こういうふうになってて、で、前回も説明したように、これがゴムマルチ、密着マルチを、まあ、ゴムでやるという仕掛けなので、こういうふうに動くんですけども、これどのようにしてですね、なってるのかっていうと、撮影はね、まあ、これを実際もう本当に手で少しずつ引っ張って、まあアニメーション撮影ですからですね、特撮的にその場でよいしょって見せるのではなくてですね、実際はこれをですね、ワンカット、前回のアバンタイトルの続き、アバンタイトルというのはアニメのですね、オープニングタイトルの前の部分のですね、ちょっとしたドラマ部分はアバンタイトルっていうんですけども、ユパ様がですね、また村が一つ深いに沈んだと言った後、この、歴史こういうになってますよっていう文言が出てきます。で、この後ですね、毎週日曜夜8時からですね、ニコニコ生放送岡田斗司夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、ハリウッド映画や経済問題など、まあ、政治とスポーツ以外はですね、大体取り扱ってます。番組は毎回無料のですね、表放送45分と有料のですね、ストーリーとかをちゃんと説明するのにかなり時間がかかると思うんですね。で、映像のトリックとか伏線本がもう本当に通用しないと思うと言って、スランプに陥ってしまった。まあ、物抜け姫の作業が止まっちゃったわけですね。で、その期間がですね、半年ぐらい続いたんですけども、そんな矢先に歌手のチャゲ&アスカの関係者から、新曲でオンエアバーグっていうのが出る、そのプロモーションを作ってくれませんかって話が来た。で、僕はチャゲ&アスカのことを知らなかったんですけど、鈴木さんですか、知らなかったんですね。ともかくそれに飛びついた。これはスランプの宮崎さんにとっていい気分転換になる。装着感が働いたって書いてます。なんで引き受けたのか、それは古代文明の中でもひときわ優れたこの文明を中央アメリカ、
Thank you.
シアのスクージーにはチェチェン・ザのピラミッドと同じデザイン要素が数多く見られます。またカンボジアにあるヒンズー教の寺院も不思議なほどティカルの神殿に似ているのです。異なる学説があります。入り口のある面はほぼ真っ平に閉じられています。そして南部にはダクトが作られていますが、これは2つの星座の方向に向けられています。この星座はオリオン、シウス。頂上へ向かうときに人は悟りの境地に至る過程を体現すると言われています。インドネシアのボロブドゥールはこのような作用を持つエネルギーは他に見つかっていません。これはパーによる発見の中でもひときわ重大なものと言えます。その後の実験でもう一つ奇妙な物理現象を確認したとパーは語っていた。ピラミッドの模型はエネルギー場の中で宙に浮き、ある方向に動き始めたという。意図的に同じ形に設計されたピラミッドは地球の電磁力を変化させてイエス世界とこの世をつなぐ入り口として記録したんだ。古代のピラミッドは我々がまだ発見できていない地球外の科学技術の一部だったのだろうか。この謎が明らかとなった時には一体何が起こるのだろう。人が多いんですよ。捕獲したいのは山々ですが、ビッグフットは実体じゃないし超自然的な存在かもしれません。もし生身の体を持つ動物だとしても生息数は恐ろしく少ないと考えられます。エベレスト山での発見以来、大型類人猿に似た生物の目撃例が各地で報告され、特に集中しているのが北アメリカ大陸の北西部。カリフォルニア州の地ではあるでしょう。ただ一部にいても固定のことでも、ウェスタ州の長い体毛を持つ猿のような生き物が目の前に現れたりするんです。突然ライフルを構えて弾を放ったんですよ。クリシュレの生徒は警報でした。この生物はサスクワッチとも呼ばれますが、弾が出る瞬間に姿を消す生物は一体何者で、そして何をしようとしているのでしょう。ビッグフットはなぜこれほどに捕獲や殺傷が難しいのだろう。幻のように姿を消すということは古代宇宙飛行施設が主張するように別世界でお昼でも食べへんと言われて、うんうん、うんうん、なんかああそうかそうか、うん、うん、腹の立つようなことはなかった。なんかあのね、とりあえずなんか態度が、えらい。そうですね。もう多分キャリアそれなりにあるけど、
ありがとう。
3の赤ん坊の頃の画像もない、まあ、それはなんか理由があるんだろうというふうに僕はやっぱ考えちゃうんですよね。でもし3が烏帽子の赤ん坊だったら、もののけ姫さんが烏帽子御前の赤ん坊だったら、いろいろ説明が信じなくなって森の単なる天然資源だというふうに思ってるからですね。だから森の中の神様っていうのがだんだん体が小さくなっていくわけですね。あのモロは300歳で、オコトムシはですね500歳、だから彼らが生まれた時にもう実は稲作はあの中国から来ててですね、でも鉄も作られていて、人々は森に神様がいると信じなくなる。オシリスの妹で妻である石
うん、で新事物でしたよね、確か。あ、まあ、どっちも作ってたかな、でも新事物、うん、どっちもやと、うん、なんか男の人が、うんうん、仲良くなりたくて注文した人がいるのかな、うん、いる。村を作っては離れることを幾度も繰り返した後に最終的に